皆様ハイタイ、ハイタイ。本日は沖縄市に来ております。沖縄市の魅力をミスハイビスパスの方と英語くんからお伺いしたいと思います。自己紹介をよろしくお願いします。はい、ミスハイビスパス第43代間違えた第43代ミスハイビスカス町田由美と申します。そして須田まさきです嬉しいです、お会いできてありがとうございます。エイサーが有名な沖縄市の、はい、エイボくんも今日は来ていただいてます。はい、よろしくお願いいたします。地域の皆さんからもやっぱ結構愛されていてイベントとかで出るんですけど、はいはい、子供たちも大人もエイボってやってきますからね大人気ですね。本当に悪い子は光ります。教育担当でもあるんですね。そうなんです。素晴らしいですね気合い入ってますから。沖縄市の観光名所やおすすめのスポットを教えていただきたいんですが、おすすめの観光スポットどうしようかなって考えていますが、ね、あったはい、エイサー会館、はい、実は本日はエイサー会館で撮影を行っております、はい、エイサー会館とはどういった場所ですか？じゃん、夢のある場所です各地域のエイサーの魅力が詰まっている場所ですね。はい、そうなんです。エイサーの歴史を学べたり、また体験もできたりしますので、はいはい、体験したんですけど、はい、楽しくて録画してました。本当ですか、はい、後ろからちょっと見てましたけどね手踊りなどもできるんですもんね。はい、そうです、そうです。衣装着て撮影とかもできたりしますので、これは思い出の一枚を残せますね。そう、あの沖縄市が好きな方は必ず寄ってきてくれて、あるんですけど、ここで撮影したいと思います。スタッフの前平さんが面白い。じゃあお越しの際にはスタッフの前平さんへお声掛けよろしくお願いいたします。喜ぶと思いますでは次に沖縄市の名産品について教えてください。はい、じゃじゃーん、レイサーシャツで、はい、なんと FC リュウケさんとコラボしてみました。サッカーの、はいはい、そうなんですよ、まあ、ホームでもありますので、はい、FC リュウケさんのユニフォームでも入ってるデザインもポイントで、シーサーと、はい、サッカーボール、こちらにもロゴがあるんですよ。しますね、後ろもちゃんと沖縄市レイサーの街ですので、大太鼓が、はい、締め太鼓、はい、プリントされています。おしゃれですね。ロゴも入ってますよ、エイサーのポイントで入ってますので。あ、これ可愛いですね。可愛いですよね。刺繍が施されております。こちらですね、コザトラっていう、コザトラですけど、コザトラディショナルの略です。コザトラ、コザトラ、はい、デニムが、はい、こちらにもロゴも入っています。ロゴが、エボくんも着てますか？ジャージの4倍持ってるすごい、はい、普段使いもできますもんね、うん、では次2つ目です。じゃじゃん、ジバナフラワーで、はい、沖縄市の名物でもあるんですけれども、はい、私たちのコスチュームも入ってるんですよ、はい、ですよね、綺麗ですね、この襟、はい、ポイントポイントで入れてもらってはいるんですが、はい、その千葉の花織さんのコースターも販売しております。可愛いですね。一つ一つ手織りでやっています。そうなんですか、お土産にもいいですね。いいですよね、はい、次3つ目、じゃじゃん、高浜の蜂蜜沖縄市の名産品となっていますので、はい、県外の皆様にも、うん、お問い合わせいただいてたり、市内の皆様も愛用して、はい、私も愛用してるんですよ、ホットケーキとかにかけたら美味しい、めっちゃ美味しいよねそうなんです。では4つ目の名産品が、じゃじゃーん、新里酒造の琉球泡盛となっています。琉球泡盛、最古の蔵元の琉球、はい、コンクールにも、おお、これですね。はい、そうです、そうです。すごいですね、美味しいですよ。毎年ですね、レイとエイサー祭りのブースを構えて新作を試飲させたり販売もしています。今紹介した沖縄の名産品は全て沖縄市観光物産振興協会の方でお買い求めいただけますので、はい、お土産にも、うん、持ってこいですね。沖縄市のイベントを教えていただけますでしょうか？はい、1つ目はですね、エイサーナイト。エイサー、そうですね、はい、もう沖縄の風物詩でもあります。本当ですよね、はい、もう一つはもう皆さんがご存知のなんとエイサー祭り、はい、この2つが大イベントとなりますね。全島エイサー祭りに関しては30万人以上の来客、すごいたくさんですね、はい、本当にたくさんの方にエイサーの魅力を一気に伝えることができるイベントとなっていますので、はいはい、海外からもたくさんいますよね。今年は残念ながら中止になりましたが、来年は必ず、本当ですね、これは沖縄県民
本当なんですよ。思ってる感じだと思います。はい。少しできなかった分も力入れてないで開催すると思いますので、ぜひ一緒に盛り上げていきたいと思います。はい。子どもから大人まで本当にさまざまな年齢で楽しめる場所がたくさんありますので、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。みんなでコザに来て、幅広い世代の方に楽しんでいただける沖縄市、ぜひ皆様もお越しください。はい、お待ちしております。それでは皆様、またやりたい。